高校行かんと舞妓派になろうって決めて面接に来ました。面接っていうのもあるんですね、はい、具体的にどういったことがあったんですか？大体ね、高校行かはるまで進路相談ってありましたろ、中学校2年生のね、最後に。その時に親に言うて、まあ、舞妓派になりたいですって言うて、中2で京都に、はい、とりあえず面接にね、受かったらよかったんですけどね、もう受からへんかったら高校行きなさい言われてて、はい。無事合格してこうやって憧れの仕事に就かれて、そうですね、やっぱり親御さんが心配しはるし、義務教育まではちゃんと受けてから京都に来てくれはったら結構どすってお返事をいただいて、で1年間辛抱して15できました。ありがとうございます。